Nah, musim selanjutnya kita apa nih? Ada tiga pilihan ini, Libra, Cancer sama Leo. Kita pilih Leo dulu. Paling bawah Leo. Ini Cancer dulu lah.第4の宮、巨海宮へとたどり着いた聖夜と紫龍。そこで2人は壁や床に。Cancer kepiting。お前は帰ろう。ファイト。目が見える。ここは赤色なのか。お山昇竜。鉄拳様を確実に死の組へ叩き落としてやるぞ。来た。なんだあの遠くに見える人影は。あの後ろ姿はもしかして強度なのか。向こうに行ってはいけません。あの人たちが行こうとしている場所は死の国。この声は沙織お嬢さん。しかしどうすればここから脱出できるのか。耳を澄ますのです。死のあなたを救おうとする者の声は。シリウム、ザパ投げ以上。これぞ鍛錬の賜物。神様、どうかシリウをお守りください。お願いします。Waduh, シリウもリブワンがね。もうリボンクラウドズブルディ。誰かが紫龍の魂を石式から呼び戻している。これはご老法。そこか、うせの小娘。よせ、デスマスク。あの小娘、随分お前のことを思っていたようだったな。感謝しろよ。これで二人揃って仲良くあの世に行けるのだからな。デスマスクよ、ここまで相手を憎いと思ったのは生まれて初めてだ。もはやお前に対して一かけらの情け容赦も持たん。何、ダパナゲヒジャオネアガニグロワルネ。もしのぐほどのコスモを感じるとは一体。今や俺の地一滴までもが沸騰しているのだ。お前は竜の激鱗に触れたのだ。いくらお前の全コスモを燃やして攻撃してこようと、決定的なダメージを与えることはできん。なぜなら俺が究極のクロス、ゴールドクロスをまとっているからだ。うっぴゃー！バカな、キャンサーのゴールドクロスが、すべて俺から離れただと？おそらく、ゴールドクロスの意志、悪に染まったお前を、クロス自身が、ゴールドセイントと認めなくなったということだ。しかし、いくら同情の余地もない男とはいえ、そんな無防備な。あ、さまさまだ、バージュ。あ、見せ、こわたの、バージュに、いらん。
シリュウの激鱗に触れたのか。シリュウエンダパナゲイジャオマハル。いいや。おやめこの。はいと。バカめか。俺を通せる唯一のチャンスを手にしたのだぞ。コスモの勝負では、ロードセイントの俺の方が上だ。おい、ノーティション。回ってきた。俺がコスモを果たし、まだブロンズセイントの息を出ていないかもしれない。だが悪を滅ぼす真のセイント、たとえ一瞬でも俺のコスモゴールドセイントの息まで高められるはずだ。言っただろう、シリュウ、クロスに行けばお前は死ぬ。セーフの秘書ロザ、このサンクチュアリに乗るのだ。覚悟の上、友人は最も大切な鱗に触れた者を避けようしゃなく、大いなる怒りを持って滅ぼすという。俺の命を耐えるまで、俺の怒りが消えることはないわ。俺をスローリューのごとく。あー、タパナゲイギャザリグモンロミシラの次元に飛散し、未来永劫現世に転生することもあるまい。はい、シリュウ、ロザ、お前の魂を鍛えてやるぞ。待ってきて、ジャイアン待ってきた。あ、ジャイアン待ってきた。首打ってんげん。ヘドバラゾ。あなたは希望。この地上に生きる全ての人たちの。セイントとしての務めを果たす。まあ、気持ち悪い。そうはいかず。お前を絶対に倒すと。まだ死にくれるのか。ロザ、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 俺のコスモは確か、まだブロンズセイントの息を出ていないかもしれない。だが、悪を滅ぼす真のセイント、たとえ一瞬でも、俺のコスモは、ゴールドセイントの息まで高められるはずだ。一生、俺を勝利する。見知らぬ次元に飛散し、未来永劫現世に転生することもあるまい。お前の魂を塞いでやるぞ。強大なコスモ、俺の竜の血がロザンを超える。バーブラディルムが待っているよ。お前にゴールドクロスをまとう資格はない。いいよ。これぞ鍛錬の賜物。
シリュウ、シリュウ、瞬間誰か俺のコスモに直接語りかけてくる。あの声はもしやロボシュンガンセルビッティング無事なのですか。よかった、ロシ、ありがとうございました。ん、シリュウ、君まさか目が見えるように。見える、いつの間にか見えるぞ。そういえば以前老師に聞いたことがある。生命の源であるコスモを最大限まで高めることで肉体は